名古屋税関はきょう去年1年間で高級ブランド品の偽物や人気アニメキャラクターの偽のグッズなどおよそ10万5000点の輸入を差し止めたと発表しました10万点を超えるのは2年連続で新型コロナの影響でインターネット通販の利用増加が背景にあると見られています名古屋税関はインターネットで購入する際は値段が安すぎるものなどには注意するよう呼びかけています